皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今日の卓球知恵袋は、明日の試合ですぐ使えるダブルス実践パターンということで、レシーブからの展開をやっていこうと思います。今回の内容はレディース向けの講習会でやった内容で、対象の方としては、レディースでやっている方、もしくは、ダブルスがまだまだ苦手だという初心者の方におすすめな内容となっています。どうしてもダブルスになるとうまく成果が出ないなとか、パートナーに迷惑をかけちゃってるんじゃないかなというようなことを思ってしまう方は、ぜひこの方法を参考にして、ダブルスが少しでも得意になるように、やっていってください。ではどのようなパターンか説明していくんですが、これには少し前提があります。どういう前提かと言いますと、ダブルスはシングルスの位置までできるだけ動いて打ちましょうということと、できるだけストレートコースを狙うようにしましょうということです。これを踏まえた上で実際に練習していこうと思います。レシーブからの展開ということなので、まず相手側、練習相手側が短いサーブを出します。でレシーバーがバック奥にギュッて深いツッツキでレシーブをします。でそれを相手がクロスにつっついてくるので、積極的に攻撃していきましょうという方法になります。でこの練習の注意点なんですが、まず練習相手が短いサーブを出すんですが、ここでもしサーブが長かったりした時には積極的に打つようにしてください。で、レシーブについてなんですけど、このストレートへ深いツッツキっていうのをやるんですけど、その深いツッツキっていうのがコースが甘かったり、ちょっとクロスにきちんといかなくて甘いところに入ったり、少し短く入ってしまうと、どうしても相手にコースを変えられてしまう可能性があります。なのでしっかりと深く相手を詰まらすようなつもりでツッツキをすることで、次にクロスに返ってくるっていうのが予測しやすくなります。で予測した上で4球目攻撃をする選手は思い切って打つという内容になります。これはですね、ストレートコースを続いて相手に詰まらせることでクロスへの、3球目のツッツキを、予測するという方法ですね。でもし練習相手側が、相手のツッツキが甘いなって感じた場合は、ストレートに、5本に1本か2本ぐらいですね、コースを裏切って練習してもらうと、より、質の高い練習になるんじゃないかなと思います。それを踏まえてレシーバーはしっかりと深いツッツキをする。で4球目攻撃をする人はクロスに返ってくるだろうという予測をしっかり立てて、すぐにこうバック側に動き出せる準備をしておくっていうことが、大切になります。では実際にこのパターンを練習してみましたので、ご覧ください。